かちゆいちゃん、やっほー、やっほー。4話の温泉シーンで一つ分かったことがあります、うん、はいはい、それは葵が体を洗ってから頭を洗うスタイルだということです、うん、お二人はどこから、いえ、どこの温泉に行きたいですか、ということで、どこから洗うか聞くんじゃないの。ゆいちゃんはどこから洗うの、私、そっか、でも確かに、確かにこれ言われてみれば、これ葵、逆だね、逆ですよね、うん、体なんだ、洗ってから頭洗ったら頭のぬるぬるが体に結果ついてね、うん、私も体一番最後派なんで、ね、私顔一番最、うん、あ、歯が一番最後派、あ、歯が、私お風呂で歯も磨いちゃう人なの、え、そうなんですか、全部ひとまとめなの、お風呂で歯を磨くんですか、そう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 、じゃあお風呂場に歯磨きとか、そうそう置いとく、前は分けてたんだけど、うん、いいかと思ってでも楽そうでいいですね、一緒になんか全部が綺麗になりそう、あ、お風呂の後食べないですよ、もうすごい夜中に入ったりするけどね、あ、でも、うんうん、普通になんか朝とかはお風呂場からよいしょって持ってきて、持ってくるんですか、そうそうそう、洗面台だろ、すごい、一番最初にゆいちゃんどこ洗うの、私は最初まず髪を一応濡らすんですけど、濡らす濡らす、でも濡らしてからは最初に顔をまずクレンジングをして、でその後にシャンプーとリンスして、その後に洗顔をするんですよね、だからなんか行ってきて行ってきてみたいな、本当だねでも確かにメイクは先に落としたいよね、メイクは先に落としたいね、でそのシャンプーとかリンスのぬるぬるが終わったところで、そこで洗顔をして全てをこう頭の全てをスッキリみたいな、頭から上をスッキリにして、うん、からの体だよね、体を清めるみたいな、清めるすごい盛大な話です、水と酒と塩を持ってきて、いや、清める言い方があるから綺麗にするやるよね、うん、確かにそんな感じですかね、葵は逆だったね、逆ですね、あんま見たことないかもね、うん、気づかなかった、うん、